はいどうも皆さんプロスペです。群馬県の県庁所在地は前橋ですが、高崎も同程度の都市規模を有しており、しばしば前橋よりも高崎の方が都会なのではないかと言われています。群馬県一の都市の座をめぐりライバル関係にある両都市ですが、実際のところはどちらが都会なのでしょうか？というわけで今回は、前橋と高崎の両都市を様々な面から比較し、どちらが都会かを決めていきたいと思います。まず両市を人口面で比較してみると、人口では高崎市が前橋市を上回っていますが、人口密度では前橋市が高崎市を上回っています。ただ、この値は地域全域についてのものなので、森林や農村地域などの影響を受けており、あまり参考にならない部分があります。特に人口密度については、地域に山林が多く含まれると、実際の町の密度とは関係なく値が小さくなるため、そのままの数値を用いるのは問題があるでしょう。というわけで人口集中地区という、人口密度が1平方キロメートルあたり4000人以上の地域のみで、両市を比較してみましょう。この動画での人口集中地区は、市街地と同じ意味と考えてもらえれば大丈夫です。両市の人口集中地区を比較してみると、人口と人口密度の両方で高崎市が前橋市を上回ります。ただ人口をよく見てみると、地域全域での比較と比べ、前橋市と高崎市の人口の差が縮まっていることがわかります。このように地域全域での比較と異なる結果となるのには、高崎市が平成の大合併で地域を拡大したことが影響しています。人口集中地区という実質的な町を見ると、合併で高崎市となった低密度な地域の影響は除外されるため、前橋市との差が小さくなるというわけです。このようなことを考えると、人口面から見た両市の町の都会度は、規模的にも密度的にもほぼ同じと言っていいでしょう。次に、両市を経済面で比較してみましょう。両市の市内総生産を比較してみると、高崎市が前橋市を上回っています。分野別の総生産額を見てみると、特に製造業と卸売、小売業で、高崎市は前橋市に大きな差をつけていることがわかります。高崎市の製造業生産額が高くなっているのは、市内に関越自動車道や国道17号などの基幹道路が通っており、多くの工場が立地しているからだと考えられます。卸売、小売業で生産額に差が生まれる理由は、動画の構成上後から触れたいと思います。都会といえば多くの企業が立地しているイメージなので、両市を企業面で比較してみましょう。両市の事業所数と上場企業数を比較してみると、事業所数では高崎市が前橋市を上回っていますが、上場企業数では前橋市が高崎市を上回っています。前橋の上場企業には地方銀行2社が含まれており、このあたりはいかにも県庁所在地らしい感じがしますね。都会といえば交通の便が良いイメージなので、両市を交通面でも比較してみましょう。まず、両市の代表駅である前橋駅と高崎駅の乗降客数を比べてみると、高崎駅が前橋駅に大差をつけて上回っています。次に、両市の鉄道網を比べてみましょう。両市の鉄道網を見ると、高崎駅は多くの路線が乗り入れるターミナル駅であるのに対し、前橋駅は両毛線の単独駅であるということがわかります。また、前橋市には新幹線の駅がありませんが、高崎駅には北陸新幹線と上越新幹線が乗り入れているというのも大きな違いでしょう。このようなことから、群馬の交通の拠点は高崎であり、前橋も高崎を中心とした交通網に組み込まれていると言えるでしょう。都会といえば買い物客で賑わっているイメージなので、両市を小売面でも比較してみましょう。まず両市の小売業の年間商品販売額を比較すると、高崎市が前橋市を上回っています。次に、両市の地価が最も高い地点から半径800メートルの範囲における、卸売、小売業の事業所数及び従業者数を見ることで、両市の中心繁華街を比較してみましょう。具体的な範囲を言うと、前橋市の中心繁華街は、前橋駅の北口周辺や中央通りなどを含む地域、高崎市の中心繁華街は、高崎駅の西口及び東口周辺などを含む地域です。この範囲での比較を行うと、卸売、小売業の事業所数と従業者数ともに、高崎市が前橋市を大きく上回っています。このような結果となるのは、高崎駅は利用者数が多いため、周辺に鉄道利用客をターゲットとした商業施設が多く立地しているからでしょう。前述した両市の卸売、小売業生産額での大きな差は、このことが原因となっているわけです。都会といえば高い建物が多いイメージなので、両市を高層ビルの面で比較してみましょう。両市の80メートル以上高層ビル棟数を比べると、高崎市が前橋市を上回っています。しかし、市内の最高層ビルは高崎市より前橋市の方が高いという点は、ある程度考慮されるべきでしょう。都会は地価が高いイメージなので、両市を地価の面でも比較してみましょう。両市の平均工事地価と最高工事地価を比較してみると、どちらも高崎市が前橋市を上回っており、
特に最高工事地価で差が大きくなっています。これは高崎が群馬県の交通及び商業の中心地として繁栄していることを示すものと言っていいでしょう。ここまでは市内のみでの比較を行ってきましたが、都市は行政区分で区切られているわけではないため、市の範囲を超えた比較も必要です。都市を行政区分にとらわれずに把握するための概念として、人の流れから都市の範囲を決定する都市圏というものがあります。というわけで前橋と高崎も都市圏を用いて比較したいところなのですが、実はこの都市圏というのが前橋と高崎の比較で最も厄介で重要なところなのです。都市圏はいくつか種類があるのですが、最も有名なのは通勤率 10% を基準として都市の範囲を決定する都市雇用圏というものです。しかし前橋市と高崎市は互いに通勤率が 10% を超えているという都市雇用圏の設定方法からすると少しややこしい関係になっています。この場合は通勤率がより高い方が相手の都市圏に組み込まれることとなるので、高崎市は独立した都市圏を形成せず、前橋都市圏の構成自治体の一つとなります。これは余談にはなりますが、前橋都市圏は高崎を組み込むことにより肥大化しており、その人口規模は浜松や熊本などの政令指定都市の都市圏をも超えるものとなっています。ここで重要となるのは、前橋に取り込まれ独立した都市圏すら形成できない高崎が都会度で前橋を上回ることがあり得るのかという問題です。確かに一般論としては、都市雇用圏に組み込まれる自治体よりも、都市雇用圏に組み込む自治体の方が都会であると考えていいでしょう。しかし、前述の通り高崎市は前橋市と同等の人口規模と、前橋市を上回る経済規模を持っています。それにもかかわらず、通勤率が少し高いという理由だけで、前橋の方が高崎よりも都会であると結論付けるのは、妥当な論理展開とは言えないでしょう。というわけで、引き続き前橋と高崎の比較を行っていくのですが、そのために都市雇用圏に代わって、都市を行政区分にとらわれずに評価する方法が必要となります。具体的には、前橋市と高崎市それぞれの通勤率が 10% を超える範囲を補正都市圏として、それを用いた比較を行いたいと思います。ただし、前橋側には高崎市を含まず、高崎側には前橋市を含みません。また、前橋市と高崎市どちらに対しても通勤率が 10% を超えている場合は、より通勤率が高い方の補正都市圏に含まれることとします。このような方法で設定される両都市の補正都市圏の人口を比較すると、地域人口とは異なり前橋が高崎を上回ります。前橋補正都市圏の人口規模が大きくなるのは、人口約20万人の伊勢崎市を取り込んでいるからという側面が大きいです。高崎は確かに群馬の交通拠点都市ではあるのですが、位置の関係で伊勢崎からの通勤者はそこまで多くありません。それに対して前橋は伊勢崎市と高崎市の間に位置しているので、両市に対して一定の拠点性を発揮しているわけです。少し話は変わりますが、自治体の範囲を超えて比較するという意味では、それぞれの都市の拠点性も重要になってきます。拠点性に関する指標としてはまず、流入人口と流出人口が挙げられるでしょう。流入人口とは、ある自治体の域外から域内への通勤、通学者数のことであり、流出人口とは、ある自治体の域内から域外への通勤、通学者数のことです。一般的には、流入人口が多いほど拠点性が高く、流出人口が多いほど拠点性が低いと考えていいでしょう。両市の流入人口と流出人口を比較してみると、流入人口は前橋市の方が多く、流出人口は高崎市の方が多くなっています。この数値から考えれば、小売業や交通の面では高崎が群馬県の中心ですが、就業や就学の面から見ると、どちらかというと前橋の方が群馬の中心であると言えるでしょう。拠点性の指標としてはこの他にも、夜間人口と昼間人口というものもあります。夜間人口というのは、その自治体に常住している人の数のことであり、昼間人口とは、夜間人口に流入人口を足して流出人口を引いた値のことです。そして昼間人口を夜間人口で割って求められるのが、昼夜間人口比率と呼ばれる値です。一般的には昼夜間人口比率の値が高いほど拠点性が高く、値が低いほど拠点性が低いと考えていいでしょう。両市の昼夜間人口比率を比較すると、前橋市が高崎市を大きく上回っており、このことからも前橋の拠点性の高さが伺えます。また拠点性に関連するところで、前橋が群馬県の県庁所在地であるということも、改めて触れておきたいと思います。前橋は県庁所在地なので、群馬県の機関はもちろん、群馬県を管轄範囲とする国の公的機関も多く立地しています。
このように公的機関が集中し、前橋が群馬の行政の中心都市となっているという事実は、都会度評価でも一定程度考慮されるべきでしょう。さて、ここまで前橋と高崎を様々な面から比較してみましたが、結局どちらが都会なのでしょうか？前橋は群馬県の県庁所在地であり、人口125万人の前橋都市圏を形成しています。一方高崎は経済規模が大きく、群馬県の交通と商業の中心地となっています。比較した内容を総合的に考えて、高崎の方が都会であると判断しました。この動画では高崎の方が都会だという結論になりましたが、都会というのは絶対的な概念ではないので、違う考え方もあるでしょう。ということで、この動画の価値を高めるためにも、異論反論等コメント欄に積極的に書き込んでいただけると嬉しいです。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。